こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。今日は代々木公園に来てます。今から撮影をするんですけど、ですね、昨日夜雨が降って、雨降りました。いや、めっちゃ降りました。すごい。なんかすごい降ってたみたいで、うん、今公園がわこういう感じで水たまりがすごい大きいのができているので、まあこの水たまりをちょっと綺麗に撮りたいなと思います。動画で撮りたいなと思います。最近 GH5 を購入したので、徐々にステップアップしたいと思います。じゃあ今日も頑張りましょう。頑張りましょう。はい。なんか結構神社とかも湖あるじゃないですか。はい、私この前行った時に、あ、綺麗だなと思ったんですけど、どう撮ればいいのかなってちょっと分からなくて。なるほど。そしたら、そうですね、なんかどれから撮るかっていうところなんですけど、はい、まあ、今回は水たまりきれいに映すっていうそのなんだろう、一番きれいに撮るところを、まあ動画が例えば1分だとしたら、その1分のまあ後半がクライマックスのところにそのきれいな絵が来るのがいいと思うので、まあ今考える感じだと、まあそのきれいな絵をまず撮っちゃいましょうか。撮っちゃいましょう。先に、はい、そのきれいなアングルをちょっと探したいと思います。はい、探します。で多分もうなんかイメージ的に太陽が今向こうにあって、はい、で、まあ、そこから光が水に当たるじゃないですか、はい、で反射して僕らのこっち側のカメラにこうやって入ってくると、はい、まあ、なんかイメージ綺麗だなっていう予測のもと、はいはい、モデルさん、あ、モデルさん、ゴーさんですモデルさん、じゃあカメラを手に取ってもらってじゃあゴーさんごめんなさい、ベンチの反対側にある木、あの辺でちょっとログでやってみようかな、よくわかんないけど、松井さんと同じ設定にしても意味ないですか。いや、一緒です、一緒でいいですか松井さん、まあ、綺麗ですよね、でもね、見てるところ、あ、水面に近づければ近づけるほど、うん、リフレクションでゴーさんが縦に、ああすごいすごい、 なるほど、確かにゴーさんが素敵に見える、うん、今のシーンはクライマックスの最初のこうボーンっていうシーンですね、で、そうですね、なんか今人が入って、そうだな、空、あ、もう全部リフレクション系で言ってもおかしくないですもんね、うん、で最近僕思ったんですけど、うんうん、さっきめっちゃ引いてるじゃないですか、はい、で引いた時にゴーさんの周りに人いないじゃないですか、はいはいはい、なので、うんうん、次のカットでこの辺から撮影した映像があると、はいはい、あっちから撮ってる時に、はい、この辺誰もいなかったのに、はいはい、このアングルからのカメラがあると、あ、違和感みたいな、いや違和感っていうか、逆に その人がその世界に入ってる感覚になってもらえると思ったんですよ、最近。ああ、そうかそうか、ここに人が、あっちで撮ってる時に、うん、ここに人がいたら、うん、この目線になったら、うん、その人目線じゃないですか。そうですね、そうですね、でもここ誰もいないのに、ここから次パッて撮られたら、その人目線、カメラの気持ちになると思うんですよ、うん、視聴者は。なるほど、なるほど、だからこう映像の世界の目みたいな。なるほど、あそこで引き込まれるっていうのは、そういうのがあるのかもしれない。そうです、なんか映画とか見てる時に今これ誰目線だろうとか考えないじゃないですか。考えない。無意識に多分みんなカメラだと思ってるんですよ。うーん、うん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 、ね、そう、確かに入り込んでる。さっき多分こっち側辺こうやって向いてたんで、そうですね、なんか木とか木めっちゃ近いなちょっと離れてください、この辺にしましょう日が当たるちょうどこれ、あー影があっていいですね、これね、影があってね、はい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 、影があってね、うん、今さっき引きのカットを撮って、でまあ、どこにいるっていうシーンが分かったので、ぐーっと寄って何してるっていうシーンを寄りで撮ろうと思ってます。ちょっと笑っちゃう。ちょっと待ってくださいね。これすごいな。今度は前後ろ前後ろ。一緒でいいか。
これでいいか。やばい、まさしさんもしかして60フレームですか。いや24ですよ。あ、よかったよかった。それでもより差が分かりやすそう。そう、確かになんかまさしさんの動画結構よりちゃんと素敵な寄りを絶対に抑えてるじゃないですか。寄り結構重要ですよね。重要ですよね、はい、多分なんかあっちでそれは取れないからなんかあれなんだなって思うの、ね、寄りのこう見つけ方というかどこに注目してるんだろうかと。今じゃあコスさん結構この辺ぐらいからこうやって歩いてきてもらって、でこのちょうど乾いたとこと湿ったところに立ち止まるみたいな。カメラは、はい、あ、もう足だけでいいです今、はい、今足のこのカットなんですけど。あ、足元か、ね、1,2,3,4 ぐらいしましょう。 この辺からですね。 1,2,3,4 ぐらい。あ、足元か。で僕はここにずっとフレーム合わせとくので、そこに足が来るみたいな感じにしましょうか。で、ごめんなさい、最初じゃあゴールのところに1回ポジションを取ってもらって、2,3,4 そのぐらいですね。 OK です。はいはい、お願いします。 OK、 すげえ一発で。しましょうか。はい、ちょっと最初の位置お願いします。はい、どうぞ。あ、もう一回ですか。はい、いいですね。なるほど、この発想は私はないですね。 OK です。 OK、 そしたら今の音を流しつつ、うん、この雰囲気で重要なのは多分水の水面、はい、フレクション関係ない単なる水面ですね、うん、水面とこの落ち葉感、うんうんうん、あとは枝とかですかね。すごい、こんな感じになるんだ。マニュアルフォーカスがあるんですよ。マニュアル、はい、そうですね。これめっちゃいいですね、この、うん、ここなんですよ最初は。あ、そ、いや離れすぎですね。ちょっと、ちょっと持ってくださいね、はい、カメラ持ってくださいね。ちょっと移動します。でこのぐらいからスタートの、はいはい、こういう感じですね。あ、もうちょっとだな。このぐらいだな。こう、こういう感じですね。はい、はい、うん、いいんじゃないですか、はい、これを、はい、今のすごいいいと思うんですけど、はい、で今のをこう、こう、こう体をちょっと入れると、ねじると深いですね、これ。早くなっちゃった。さて、じゃあお願いします、ごてろうさん。はい、どうぞ。あ、これ 4K じゃないですよね。これ 4K です。あ、4K ですか。はい。あ、そっか、 4K 撮ってるんですね。なんか今のだと、はい、うん、こっからこうやって全面撮るじゃないですか、はいはい、そうすると ここが全部距離感が同じなんで、はいはい、全部ボケないで撮れちゃうんですよ、ここが、はい、でもこう撮るとここはボケたり、うん、ここにピントがあったり、ここはボケたりするんで、その角度ちょっとだけ変えるのいいかもしれない。え、すごい、前ボケがあると違う。あります？全然違う。え、じゃあちょっとじゃあ、上に向かってやってください。あ、そうそうそう。あ、なるほど、すごいすごい、これ勉強になりますね。自分にはないというか、普通に自然に撮っちゃダメや。ストーリー考えてるんですね。ねえ、ストーリーがす
すごいなんかそう噛み砕いていくと、野田さんこの企画いいですね。すごいめちゃくちゃ勉強になる。たまにやらせた方がいいんですよ。向こうのそのこっちの木と左斜め前の木の間をなんかこう撮影ポイントを探しながら向こうに行くような感じのシーンにお願いします。ちょっと待ってください。合図します。はい、お願いします。OK です。あ、同じことお願いします。はい、じゃあお願いします。